観察医朝顔第9話。今回はスペシャルで2時間の放送ということもあって、内容が濃く、いろいろ詰め込まれていましたね。家族の問題としては、桑原が審議会に参加することになったり、ひろゆきの体の弱りだけでなく、平の認知症疑惑も浮上してきたり、また、みゆきの家族関係についてなど、たくさんのエピソードが盛り込まれていました。みゆきは東日本大震災によって、娘と旦那さんを亡くしていたのですね。もう会話することはできないと分かっているものの、娘の誕生日に公衆電話を使って会話をするみゆき。前回のラストシーンでは、さとこちゃんと語りかけていましたが、やはりそういうことだったようです。そして、ひろゆきの体の弱りはあまりにも急激でしたね。お見舞いに行った時に、つぐみが弱っているひろゆきの姿を見て戸惑っていた様子は、そのショックを表しているように見えました。ひろゆきの体調も気になるところではありますが、平の認知症とも疑える言動にも心配です。このように、おじいちゃんやお父さんがいろいろ大変な状況の中、朝顔は観察医を続けていくことはできるのでしょうか。続きが気になるところではありますが、次回放送の観察医朝顔は、どうやら新春スペシャルといった形で放送されるみたいです。すべて新しく撮影されたものだそうで、朝顔が桑原と出会ったきっかけや、朝顔がつぐみをお腹に身ごもってから生まれるまでの経緯など、今までに描かれていなかった朝顔たちのストーリーが描かれているとか、また彼女が初めて執刀助手として解剖をすることになったエピソードも見ることができるみたいです。初めての執刀助手ということもあって、緊張する朝顔。そんな中運ばれてきたのは、作家をしている男性の遺体でした。遺体を第一に発見した人物は、小学2年生の男の子。発見された時、遺体の体中には砂糖がかけられていました。そんな状況の中、現場にあった砂糖が入ったケースから、なんと第一発見者である男の子の指紋が検出されるのです。果たしてこの男の子は事件にどう関わっているのでしょうか。朝顔たちの解剖によってどのような結果になるのでしょう。今回の第9話では、牛島に対しての朝顔の言葉が非常に印象に残っています。ネットの問題を扱った内容になっており、なかなか重かったですが、現代社会におけるネットとの付き合い方を見直すべき内容となっていたように思います。牛島は犯人と疑われている人物の顔写真をスマホで撮影して友達に送りました。そしてその写真がネット上へと拡散してしまったのです。被害者である女性たちはいろいろなことをネットで暴かれており、犯人も暴かれて当然だという牛島の正義感は間違っていますよね。常識のない彼の行動には呆れてしまいました。初めて死を目の当たりにした時、牛島は涙を流していましたが、これは人としては当たり前のことなのかもしれません。しかし、観察医として真相と向き合うには平常心でいることが大切だということを改めて感じました。朝顔は桑原が事件に巻き込まれた時、感情に流されることなく真実と向き合い続けました。
そんな彼女こそが本当の観察医のあるべき姿なのでしょうね。牛島に対して静かに怒る朝顔の姿に圧倒されました。彼女は感情的になって怒るのではなく、牛島の気持ちをしっかりと理解した上で説得をしていました。こういうところで彼女の優しさや芯の強さが見てわかりますよね。牛島が取った行動はとても重く、アルバイトを辞めるどころか大学の退学や刑事告発をされてもおかしくないと思います。しかし、主任教授である茶子は、結果はどうであれ、牛島の死者への気持ちに寄り添った態度を評価します。だからこそ、彼のことを許したのではないでしょうか。茶子の取った対処は、少し甘すぎるかなとは思ってしまいました。しかし、牛島は今後、ネット上に上げた画像によって特定されて、自ら命を絶った男性の遺族に訴えられたり、軽率な気持ちでネットに書き込むように促したことから、今度は彼自身が誹謗中傷を受けてしまうことになると思います。まだ学生の彼にチャンスをあげたいという茶子の気持ちも、わかる気がしました。こうして結果的に法医学教室はバラバラにならずに済みましたが、茶子が辞職をすることとなりました。きっと牛島の責任を取るために辞めたのでしょうね。今まで朝顔のことを支えてくれていた存在だったので、いなくなってしまうのは寂しいです。また、彼女の今回の辞職には、大谷亮平さんが演じるイケメン男性の存在も関係しているのでしょうか。この後の茶子の展開も注目しながらストーリーを見たいと思います。では、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。